コスタクルーズはイタリアのジェノバに本社を置くクルーズ客船運航会社。エストニアのタリン港に停泊するコスタアトランティカとコスタクラシカ1924年にコストラインとして設立され、当初貨物船を運航していたが、1947年にイタリア南米間で定期客船の運航を開始。1959年にはクルーズ客船の運航を開始し、 1986年には、クルーズ専門となる。1990年代、コスタマリーナ級、コスタクラシカ級、コスタビクトリアといった新鮮の導入などで負債が、膨らみ、1997年に、カーニバルコーポレーションとエアツアーに株式を売却。その後カーニバルは、エアツアーの所有する株も取得し、カーニバルの完全子会社となった。 2020年現在14隻の船体を有し、地中海、北欧、南米、カリブ海、中東、極東などの地域で、コスタクルーズブランドでクルーズを行っている。近年は13万トン超の客船の建造に力を入れており、2019年10月に就航したコスタ、スメラルダは、同社の船舶燃料としては、初となる LNG を採用。なお、 スメラルダ級は、アイダクルーズのアイーダノバ及び MSC クルーズのメラビリアクラスを抜き、ロイヤルカリビアンインターナショナルのオアシスクラスに次ぐ、世界第2位の大きさとなった。コスタ歴代の船舶を、就航都市順に並べた。LNG 次世代型新造船コスタスメラルダ、両船の MSC、グランディオーサよりも、上、新型肺炎疑いで、足止めの異客船。 体調不良の乗客は陰性下船可能に。AFP 2020年2月23日閲覧。船舶情報世界の艦船コスタトスカーの建造開始。クルーズ客船入港情報。航行不能のイタリア客船。漁船に栄光され。セーシェルへ。 CNN,http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ 30005754.html 2012年2月29日閲覧。コスタネオロマンチカが、セレスティアルクルーズに遺跡へ、コスタビクトリア解体へ、ウェブクルーズ2020年7月3日。ありがとうございます。